あれは、死にイライラしたんあれ絶対外した方がいいよね。現象合ってるわ。本当ただの高校生だから。ねえ、もっともっと、ヨンちゃんとかみたいに喋れる子だったら、全然わかるけど、まだ。今日じゃあ、ツイキャスなしで。じゃあ、じゃあ、じゃあ、行きましょう、行きましょう、行きましょう。皆さん。行くの？うわあ、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 FEC チューンド 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 FEC チューンド。よし、よっしゃ。進化の集まれ、ワッター。それ港のか。なんか本番前からさ、なんかちょっといたずらやめてくれるか。いたずらではないんだけど。ヘッドホンが聞こえなくなるじゃない。じゃあここ最初やってる、うん、誰ですか。俺のつまみだからこれ。これも？いや聞こえなくなる。嘘嘘嘘。待って、俺の大きいんだよな。いやもう全部レベル一緒だよ。なんで全部レベル一緒でお前だけがこの。お前、うん、俺耳腐ってるよ。お前腐ってんの。そういえばお前耳腐ってんの。左耳異常に腐ってるんだよ。でも前番組のブンバの人も耐えられるのかな。あ、バブーンね、バブーン。バブーンって呼ばない。なんかバブーンって。あ、めっちゃいい。ブンバはだってお前バンドマンよ。あー、なんかそのすごい騒音、うん、騒音ではないですけど、お前だってお前そのね、大きな音をね、身近で聞く。いやいや、いいんだよ。バンドはだから雑音でいいんだよ。ああ、そう。激しい音は雑音で。なるほどね。雑音がかっこいいっていう。そういうのがかっこいいですよね、でも。まあでも、お前は確かに塾講師だもんな。ただの。そう、僕しか喋ってないですからね。そうだよな。それだったらもう大きかったかもしれないな。逆にもう仕事が気になるやつですから、ね。塾講師。逆にね、音に別の意味で音に敏感。音に敏感になっちゃうから。はい、かごるちゃんこんばんは。こんばんは、どうも。夏休み終わってんのかな、学生は。ね、今週とかでも終わり始まりかな。今週とか、まあ、うん、9月入ってからっていう人もいるのか。もう始まってんのかな。はい、よろしくお願いします。うん、よなみぬさん、こんばんは。本日も2人のお尻と同じく声も割れております。これ割れてる。割れて聞こえる？ちょいちょいなんか割れて聞こえるっていう人い。ツイキャスのね。ずっとなん、ずっと。あ、ずっと？もう。直し方俺知らないもん。ああ、そうですよね。これはってことはあれですよね。だから FM ギノワンの人が全然直してないってことですよね。社員が直す。社員が直すべきで誰もやってないってことですよね。本当にね。じゃあもうそんなして、あなた方がじゃあそんなしてちゃんとやらないなら、こっちだってちゃんとやりませんよって話。ダメです。それはちゃんとやります。いや、そこはだってもうそうじゃないですか。でも社員の方なんてもう1年近く見てないですよね。いや、ほんとだよ。正規さんしか見てない。正規さんと。あ、ヨナミヌさん。あ、だからよ。そうだよ、ヨナミヌさん。じゃなくて教えなさいよ、あなた。うん、教えるよ。え、ヨナミヌさんって今何してるんですか。ほんとよ。全番組聞いてる、ヨナミヌさん、もしかして。いや、だとしたらこっち来いや。あ、違う違う、あの FEC 超運動の。ああ、そういうことね。月金、みんな聞いてるかな。ね、どうなんだろうね。ちょっと気になるけど、皆さんの聞いてるんですかね、世の皆さんね、うんうん、あのヒカルさんもこんばんは。こんばんは、どうも。まあ沖縄は週末はね、旧盆、うん、盆だったね、そういえばね。旧盆でしたよ、うん、すごい、うん、美味しい料理をたくさん食べましたよね、やっぱり。まあまあまあ。なんでよ。なんでよ。まあまあまあ。いや、盆なんてほらこうオードブルみたいなのを、あ、まあまあまあ、頼んでさ。え、お家なんか出た？うちはね、刺身、うちはお父さんが長男なんですけど、まあ、はいはい、おばあちゃん家まで行って、中身汁とかも出た。中身汁とかやってさ、俺さ、うん、あの運慶ジューシーが大好きだわけよ。あ、はい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 。好きすぎるわけよ。好きすぎるんだね、運慶ジューシーって。だ、運慶ジューシーだから名前は、うん、そうだね。初日の運慶にしか出ないわけよ。ウークイには、いや、だから中身と、ね、うん、ウークイはもう白飯だわけよ。はいはいはい。ぶち切れてしまう。いやいやいや、ぶち切れないでよ。ふざけろなと。やめなさいよ。おいしいんだもん。いやいや、おいしいのはわかるけどね。これはやっぱその、うん、お母さんが作ってるんですか。バーバが。あ、おばあちゃんね。バーバって呼ぶな。バーバママか。いや違うわ。懐かしい、あのボーリングのピンみたいなやつだろ。ボーリングのピンみたいな。ポップなボーリングのピンみたいな家族だろ。やめれ、そんな言い方すんな。
奈々ちゃんこんばんは。こんばんは。柳さん、うちの会社の人がハイアップローにも取材したみたいですよ。え、これいつの話？だからよ。うちの会社の人ってどういうこと？与那嶺さんは今やどこの会社の人なんですか？会社員今うんね、いや、ハイアップローで最近取材ってあったっけ？あった？一回取材あった。俺覚えてんの、あのうちな、なんてっけな、うちな広場みたいな、とっても昔の話だよ去年ぐらいの話だよ。めっちゃ前の話ですけどそれぐらいじゃない？いつだろう、いつだろうね。最近は多分ほぼほぼないと思いますね。はい、まあだから皆さん9本どうでしたかね。9本のなんかエピソードとかあれば教えてください。教えてほしいわ。そうそうそう。シュプリムさん、うん、こんばんは。キミトニーです。ミキトニーみたいに言うな。激しい雷雨が過ぎたと思ったら次は嫁の雷ですどうして、何があったの何があったの？なんか最近シュプリムさん、うん、ツイッターとか見ててもあの嫁いじりしてますよねあ、仲いいよね。ねえ、いいですよね。一緒にクラブ行ったりしてるんですよね。だから与那嶺さん人気者ラジオの時ですって。へえ、これ最近の？ありましたよね。最近？最近というかちょっと前に、なんだろう。ん？でもあれ別かな。え、あった？なんか何でしたっけ？テレビジョンじゃなくて。あ、それ初回じゃない？ね、あれ初回か。第1回の時でしょ。あ、第1回かあれ。え、テレビジョンなの？よな皆さん。テレビジョンで働いてんの？いや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 。嘘いや嘘だよ。結構ね、びっくりです。それは嘘だよ。それはさすがにね、テレビジョンちゃんとした人しか働かないやめなさいよ。いやめなさい。そう、ちゃんとしてはないけど。エイサー見ました？見ました。ビッチジュネーがね、いつも家の隣なんですよ。あ、隣のファミマルでしょ。隣のあのファミマルな、あの三原の。そうそうそう、やめれやめれもうバレた三原ファミマ1個ぐらいしかないんだからバレちゃったよ。あれだよ、コンビニの駐車場でやるよな。うん、そう、広いからね。近所のローソンの駐車場で うん、やるんですよ、エーサー。俺家のもう角がもうあれになってるわけ、掲示板があって。はい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 。コハグラの、うん、小倉青年会のこの道ジュネの日程と、はい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 、この道ジュネする場所場所がもう今回4日間やってるわけ。4日？だから運慶、中日、ウークイ、伸びウークイって言ってたから昨日まで。はいはいはい。昨日やってた。じゃあ俺さ、うん、そうそう、びっくりした、あのそのまあウークイの日だったかな、はいはい、夜2時とかにさ、うん、エーサーの音聞こえて。ああ、そうそうそう、あの辺どこら辺だったかな。そうそうそう、あの、私立病院前、ネパールあたり。ネパールじゃないよ、エーサー知らないだろ私立病院、私立病院前の。え、私立病院前ってどこ？あ、あっち？そう、モノレールのね。でもね、そう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 、あっちのもうちょい中に入った方なんですけど。ショールあっちら辺にいたの？そうそう、あっちら辺にいて、車一人で？一人ではないですよ弟とね、ちょっと車乗って。弟とね。そうそうそう、あっちのユニオンにね、用があってね。あ、そうそうそう、あったんですけど。ユニオンですから。ユニオンですから、はい、じゃあ、あの、エーサーの話してるから。あ、そう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 。へー、そうなんだ。うん、でも、ね、昨日もやってたの？やってたよ。伸びうくいって。伸びうくい、だからもう延長戦ですよ。延長してまたエイサーやろうみたいな感じ。そうそうそう。いやー、でもやっぱりね、すごい。俺中日に毎年もう家のすぐ隣の道で俺たちはやってんだけど、小倉青年会は、うん、小倉青年会が今年は20周年らしくて、うん、それで回し青年会が来てたわけ。おお、20周年お祝いって。お祝いで、え、ちょ、まあ同じ那覇だけど、うん、まあ別のあるさん、青年会。はいはいはい、そうだね。ガーエーってわかる？ガーエー？エイサーのガーエーってわからん？わかんない、ちょっと詳しくはない。これはこれ青年会と青年会のエイサーのぶつかり合いだわけ。あ、いや、だからどっちがじゃあすごいかっていうのを対決みたいな。対決するんだけど、うん、あの、マス青年会がエイサーやった後に小倉青年会なんだけど、うん、最後等身同意で、うん、マス青年会もみんな入り乱れてからみんなで踊り寄ったわけ、うんあ、こう戦ってる時にね、うん、もう平和はさなるほどね。それを見て、うん、号泣しましたこんな美しい光景ないなと思って。でもいいね、その対決とかも関係なしにね。それ見て、うん、周りでたくさんの人たちは見て、うん、それで亡くなったこの武装から帰ってきてる人たちも見てる、みんなでこれ心のこの瞬間見てるんだなと思ったら、うん、号泣しましたね、はい
ミナトは涙腺弱くなった。ゲロも吐きました。ゲロ吐いたの？それ体調の問題じゃん。吐きすぎて。体調の問題です。体調の問題かな。心と体が悪いですよね。心の心だけじゃない。心だけじゃなくて。いやよかったな。いやでも超いいね、そういうの。でなかなかやっぱこの地元にだからずっといるっていうか、だからコアグラだけどコアグラに住んでるだけであって、うん、四六時中コアグラにいるわけじゃないさ。そうだよね、仕事もあるし。それはまあまあ、それはそうだよ。だから毎年中日のこのエイサーを見て思うのが、うん、コアグラって意外と美人多いなっていう。あ、そうなんだ。結構食べ頃の女性が。食べ頃とか言うなよ。どういう見方して。リンゴ感。いや本当にね。どういう見方して。エロい。あ、エロい系の。やっぱやんちゃ系の女の子はやっぱちょっと妊娠とかしてる。さすがコアグラだなっていう。多分青年会にいるんでしょうね、多分旦那さんから。そう、あ、なるほどね。まあまあ多分でも若いはずなんですけど。うん、いやさすがコアグラ。いやいや、まあそれはいいでしょ。さすが中出ししてるの。お前どういう見方してる。コアグラさすが中出し。もうやめれ。平気で言うなこんなの。いやいや、もう本当に中出しの町。もうちょいためらえ。中出しの町。何回言うばや。中出しの町じゃないわよ、コアグラは。どういう認識なの。きんぴらタイガさんがツイートしてます。本当だ。きんぴらタイガさんが。きんぴらタイガ見るな。ガーエーお魚っ て, い, て、いやもうね、違います。エイサー。面白くなこいつ。ガーエーでも何でもない、うん、世界平和、青年会平和、ゲロ平和、うん、もうその通りですよね。その通りではないよ、はい、何言ってるの、うん、の中の銀の神さん。はい、バイバーイ。これ文馬のやつ。あ、お前文馬のやつ読むな。さっきから。そうじゃん。いや、初ですけど。先週からですよ。この前からね。シュベリモさん、那覇ってエーサーとか道ジュネってないイメージ。やってます、やってます。全然ある。全然やってます。多分どこのブラックも、うん、どこの周辺もやってんじゃないかな。うん。青年会多いっすよ。ね。首里は、首里も一応やったりやらなかったりで、旗頭が有名だから。ああ、なるほどね。うん、で、加古野ちゃん、うん、妹の道順を見に行った時、お父さんが一生懸命カメラ回してて反抗期の妹めっちゃ嫌ってる、ね。そっか、妹手踊りかな。妹手踊りね、うん、手踊りのこの、ね、女性たち、まあね、あ、いますよね。あれもいいんだよ ね、 いいよね、生足で、うん、みんな生足なんですよ。そうなんだろう、ね、食べ頃の女性が食べ頃とか言うなってよ、やめろお前な。あ、でも美人な人たちがね。美人だが今、うん、何言ってるの。いや、美人だですよ。機械だみたいに言うの。いや、機械だ出るさ、美人だ。あ、美人だっているんだね。き、うんぴらタイガさん、うん、アジャはないよ、廃れた街あるのは小島だけ。いやいや、廃れた地に小島はあるんだな。イオンタウンもあるからね。まあ、今日もじゃあコーナー2つほどやりますので、はいはい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。じゃあ CM です。ヒカルさん、クーター進化の集まれワッター進化。ラジオ番組、70番組を発表して、この70番組の中に人気のラジオが入ったよ、焼きそばさんに注目されたということは、そういうことでジャンル別に分類して。なんでミナットにしか言わないんですか。勝利もいるけど。シカラさん、ちょっと目悪い。いや、俺見えてないってこと。やばすぎるでしょ。70番組の発表、これ焼きそばカオロさんって誰。あのさ、コラムニスト、歌詞、なんていうのあれ、歌詞っていう、うん、木に夏って歌詞だっけ。木に夏なんとかスバルさんっていう、うん、すごいなんかめっちゃラジオ聴いてるラジオリスナーいますよね。その人もなんか人気者ラジオに関して結構内地の番組とかいろんなの聴いてて。そうなんだ。人気者も好きみたいで。そうなんです。すごいね。でもね、コラムニストの方に人気者ラジオ選んでもらうっていうのはこれはありがたい。ありがたいですね。まあ10代向けですしね、嬉しいです。まあいつもでもごちゃごちゃしてるんで聞きづらいとは思う。、うん、すごいね。ありがたいですね。それでも選んでくれたという。お祭り騒ぎですもんね。シプリムさん、今夜わさびの勃起不全さんと具志堅さんはスタジオに来ませんか。来ないだろ。来ませんね。一回も来たことない。大ちゃんとヨシ君のことですよ。来ませんね、今日は。コントの中のキャラクターね。はい。うん、ラジオ大好き人間。
まあ、俺セックス大好き人間です。何言ってるばや。70人発表するば。そうセックスしやすい10代10代がセックスしやすい70人どうして入るかな入るかな。何でも入るかなってなんだろ。集まれ割った進化。それで最初のコーナーは俺の話を聞け。何その言い方。このコーナー、トークテーマを設けてそのテーマに沿ってトークを繰り広げるコーナーです。はいはい。テーマは、テーマは僕ですね、あの石垣島。あ、石垣島。はい。ワイはワイっていうな。苦情苦情苦情。あ、苦情ネギの苦情じゃなくて。分かってる。苦情ネギの苦情じゃないもん。苦い情けね。苦い情けね。苦い情けね。苦なさ、ね、苦なさってなんだろうね。略すなよ、苦情であるんだから。苦情なんですけど、うん、あ、じゃあちょっと石垣島から話していいですか。石垣島からじゃん、まあ、話そう。しょうもないんで。しょうもないもんな。やめれ。否定しれ。はい、石垣島に行くんですよ、はい、日帰りで。ガチャガチャするな、ガチャガチャ。そうですね、そうですね、ごめんなさい。分かるだろ、マイクに入るの。こういう、そうだね、そうだね、こういうの流行るの。そうだね。なんかその喋り方。そうだね。やめれ。ごめんなさい、ごめんなさい。これやめれ。な石垣島が何もに行くんですよ、石垣島に。なんでよ。9月の曜日に。なんで行くば。この前、うん、山に土取りに行ったっていう話はしましたよね。行ってましたね。うん、はいはい、土取りに行って1トンの土を。バカげてますよね。国神から取り寄せたんですけど、はいはい、まあこれ取り寄せてこう実験室まで持って行って。はい。でまあこういろいろ実験とかやってみたんですけど、うん、どうも使えないと、この土が。は？いやそれ使えるって判断して持ってきたんじゃないの。そうなんですけど、使えないってどういうこと。どうもなんかその、うん、良質な土すぎると。俺の実験自体がですね、その悪質な土を良質に変えるっていう、うん、はいはいはい。え、変わるの土って。そうそうそう、変えていく。変えれるんだ。その資材とかを投入してね、このなんとか性っていうのを。そう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 、まあ、アルカリ性とか酸性とか、そうそうそう、そういう物質を混ぜたりとか、まあ、有機物混ぜたりとかして変えるんですけど、どうも使えないから、じゃあもう県内にはないかもしれないってことで、悪質な土、そうそう、本当には悪質にはないかも、うん、悪質なやつないと思って、はい、石垣島に農家の知り合いがいるので、その人から土を取りに行きましょうと先生が言いまして。いやそれ農家に失礼ですよ。その農家さんの土はすごい悪質だからみたいな感じの言い方ですよ、ね、そうなんですよ。いやいやいや、そういう言い方して大丈夫、うん、でまあちょっと取りに行きますと、はい、でまして石垣島に行きました。日帰りで行くことになりました。日帰りで行くんだ。はい、今週土曜日に。土曜日何時の便。7時。朝7時。朝7時の便。帰りは夜。帰りが6時くらいですね、夕方6時。これは何名で行くんですか。これは3人で。バカげてますよね。先生とね。いやだからおかしいよね。いや断れるでしょ。断れるよねそれはね。断れないです。あ、これ勝利の研究なんだ。そう、僕の実験なのでね。これ、まあ、研究のテーマをこれ自分で決めたの。いや先生がその与えられるの、そのそうそうそう、研究課題を、課題を与えていただきまして、それでやるんですけども、はいはい、もうね。もうレギュラー番組よりそっちを取るってこと。じゃあもうこれはしょうがないと思う。それはもうだからもうレギュラー番組はもう抜けるってこと。しょうがないと思ってください。いやもうだからもうメンバーから抜けるってこと。抜けないです。一周ぐらい本当に勘弁してください。これはお願いしますよ。ごちゃごちゃしてるんでね。いやいや違うだろ。だ、ね、全然違うよお前。出ます。いや土取りにちょっと休みますっていう方がごちゃごちゃする。普通に考えて納得しないと思うよ。こんなんじゃ誰も納得しないと思うよ。これは全然納得しないと思う、うん、怒られ覚悟ですよね。いやもうおかしいよ。シプリムさん、前菜からは悪質な父と呼ばれていましたと。うるさいよね。うるさいですね。悪質な父みたいに言うの。悪質な父からの悪質な父と呼ばれていました。丸じゃないわ。うるさいよ。もしかして土泥棒でもないですかね。そうなんですよ。もう観光とかもね、うん、せっかくだからやりたいなと思ったのに、ね、いやもうやったほうがいいんじゃない。できないですよね。朝7時に行って9時ぐらいにその、まあ、着いたとしてで、まあ、そうかからないでしょ。11時ぐらいから、うん、まあ、土を1トンですから3人で。だからバカげてるよ。え、手作業。ちょっと手作業です。手作業で1トン取るの。20キロぐらいの袋に、土をこう詰めて、でそれを、うん、まあ、50袋ぐらい、もっとですかね。あ、めっちゃバカさ。アホじゃん。いや、お金あるだろやん。なんかこんなトラックとかよ。普
通は。そうだよね。一トンよ、だって一トン。一トンを。手作業なんでしょ。手作業で。あ、バカげてるよ。やっぱ教授行かれてんな。教授行かれてるんですよね。行かれてるなって思う？思います思います、全然行かれて、もう行かれてない方なんですよ。でも、はあ、これでこれでまずいね。行かれてない方なんですよ。世も末ですね。おびっくり、一番びっくりしたのが、その今マングローブの研究をしてる人がいて、はいはいはい、でまあ亜熱帯の気候を知りたいって言って、うん、でこの他の熱帯の気候とも比べたいってこの女の子が言い出して、したらその先生がよし、じゃあのフィリピン行こうかって言って、行かれてるな。フィリピン行ったんですよね。フィリピンあるの？フィリピン、まあまあまあフィリピン行ってその気候とかをね、バカげてるな。そんな感じなんですよね。バカげてるな。石垣島近場なんですよ、だから近いよ。いやでも飛行機乗るんでしょ。そう、飛行機乗る。意味わからんの。飛行機乗るは意味わからん。しかも高い金でね。土詰めて、その土はもうまた飛行機に乗せるってこと、うん、そうそう、ね、その輸送する船か飛行機があるらしくて、そうそう、それに持って行ってもらう。それはね、で入れるのは自分たちの手作業らしいです。おかしいね、やっぱりね。おかしいね、本当にね。え、だからもう別の言い方で言えばもう疲れに行くってことでしょ。石垣。そうそうそう、疲れにね。多分楽しくはないよ。楽しくないよ。めっちゃ嫌だよ俺。めっちゃ行きたくないよ。嫌だばや。めっちゃ嫌だよ。いやそこはやもうワクワクしとけよ。いやでも土になんか虫とかいない、生き物とかいないの。ああ、いますよ。ミミズが多いといい土ですから。でもミミズもいないんでしょうね、悪い土なんで。まあそうだよな、うん、ゴキブリとかしかいないんでしょうね。本当につまらないはず。本当に嫌だ。モグラとか発見したの？モグラとかはない、まだ。いやうちのばあちゃんちの庭の、うん、土から、うん、モグラが出るの？モグラ出たわけ。すごい、これは嘘です。なんかそれ、何その嘘。大嘘です。なんだわその嘘、マジでふざけんな。めっちゃ嘘。めっちゃ嘘とかじゃないよ。くそ嘘です。もう何回言えばいい。分かったよね。え、確かにメイクマンで買えばいいとか思いますけどね。メイクマンの土はやっぱいいんですよ。まあ販売してる土ですもんね。やっぱね。じゃあ逆になんか悪質の、あ、でもそれ意味ないのか。悪質の土に変えることはできるの一応。あ、いや多分でもできないんだ。でも意味ないよ。分からんけど、そうそう、意味もないですよね。そっか。じゃあ、はい、港の苦情なんです。苦情を聞きたい。さっきエーサーの話しましたけど、はいはいはい、今日タイムスのニュースでこの夜中の3時ぐらいまで今日だからエーサーやってて、近隣住民からの苦情がたくさんあったっていうニュースがあって、でそういうニュースがあったんだ。これはなんか難しいな。確かにね。そうなんですけどね。3時、確かに。いや3時たし、でも、うん、やっぱりね、本当に難しい問題なんですけど、うん、伝統とはいえね。伝統なんだよね。これがだからね。わかる気もするけど、わからない。だからどっちの気持ちもわかるけどね。意外にでも、うん、これは俺エーサー勢が分が悪いのかなっていう。あー、なるほどね。一応だって。伸び浮くいなわけなんですよ。はいはい、あ、はいはいはい、なるほどなるほど。だからもうほぼほぼ帰ってるわけですよね。なるほどね。ご先祖様は、うんうんうん、帰ってるし、単純に月曜日っていう。そうだよ、次の日仕事ですよ。そうそうそう、確かに確かにね。そう考えると3時か。3時はな、寝るもんね、寝てるもんね、さすがに。まあちょっとっていう部分はあるのかなっていうことが、うん、やっぱりこうね、でもなんか思うけどさ、こういうので完全になくなったりとかはないと思うけど、うん、いやでも確かに寂しくはなりますよね、うん、そこ、はあ、こう今まで通りでね、苦情来なかったレベルでやればいいですよね。そう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 、そうそうそう、でこれがだから別に中日とか、うん、ウークイの日なら多分ギリいけたと思う。ああ、まだ分かってもらえたというか、うん、うん、まあ、言ってもまあナイチャーとかからしか苦情は来ないと思うんですよ。そうだよね。でな、まあ、ナイチャーの苦情はもうしかと知ればいいだけの話じゃないですか。ただでも県内の人からってなるとね、県内の人もこれ言うぐらいってことはもうちょっと どう超えたではないですけど、多少の理解はあった上でもそれでもさすがにっていうことだと思うんで、はい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 、これはちょっと結構ねショックでしたね。なるほどね、うん、やっぱりこの本当に僕感動をエーサーからもらって
ったばっかりだったから余計ちょっと、ね、泣いたばっかりだもんね。吐きましたからね泣き吐くほど泣き吐き吐くぐらい感動したのに、これちょっとこれは寂しいなっていう。なるほどね。だから勝利もだって考えてみて嫌じゃない。いやいやいや自分の国の文化がじゃあ同じだけど日本同じジャパンですけど。いやだからこれインドのインドのじゃなくてインド人じゃないよ。インド文化なんかいろいろ伝統文化あると思うんだけど、いやいや分からない。それがちょっとってなったらもう嫌でしょ分からないけど、それインド人は嫌じゃない。だ嫌だろ。いや俺は嫌じゃないけど別に知らねえよって感じですけど、す僕からしたらね。ヒカルさん、ウークイは本土のお盆と時期が違うんだね。そうですよ、うちはもう旧盆、うん、お盆っていうか、まあ、旧盆言い方としては、そうそうそう、旧暦のお盆なんで、この中国とかと同じ時期になるんです、うん、はい、あなたたちとは一緒にしないでください。なんで嫌がってるの、はい、別にいいだろ。あのエーサーとか、別にそんなないでしょ、別に。いや、盆踊りみたいなのもあるんじゃないの。ご先祖様敬う気持ちとかそんなないでしょそんなわけないだろ。ただなんかないわけないだろ。親戚にただ会いに行って飯食うだけのあれだと思やめれ思ってるでしょ、どうせ。言うな、そんな言い方。だってお盆休みに旅行行く人、俺意味わからんもん。お盆いますけどね。お盆じゃないさ、それ。確かに。なんかもうここぞと言わんばかりにエンジョイするやつらの気がしないんですよ。いや、ね、ご先祖様があってのお前だからね。うん、まあね、そうですよね、本当に。だからもう考えてみたから。何何何。勝利も自分の国のインド人じゃないよ。そうなんかう日本人ってば。嫌でしょ、なんかそんな。日本人で嫌かもしれないけどね。勝利。インドにも。じゃあそれインド人は嫌かもしれないけども。だ嫌だろ。俺じゃないってば。日本人ってば。誰なんだよお前は。日本人って言ってるのずっと。ずっと言ってるだ。誰なんだよ。もういいよ。それもう。何嫌がってるの。いいだろ。確かにね。大太鼓ってやっぱかっこいいな。かっこいいあれは。いや、1万人エイサーが今月の頭ぐらいにあったんだけど、うん、国際通りであって、うん、まあ、創作エイサーと伝統エイサーっていうのがあって、まあ、まあ、旧盆の道ジュネーはあれなんですよ。伝統エイサー。伝統のやつ。もう生演奏。うん、三線歌。生演奏。素晴らしい。でやっぱりね、このスピーカーが上等じゃないんですよ。あ、道ジュネーは。そうなんだ。音割れしてるんですよ。あー、割れるよね。それがまたいいんだよね。はい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 。だから綺麗な音でエーサーってなんか嫌だよね。確かに、なんかその迫力というか、そうそうそう、なんか生感がやっぱあるからさ、ね、うん、確かにね、エーサーはそうだよね。これ演奏隊のこの演奏に乗せて、やっぱ1万人エーサー見て思ったんだけど、うん、結構こう大太鼓を持つ女性、手踊り、まあ、伝統的な手踊りなんだろうけど、まあ、創作エイサーで結構大太鼓持つ女性が多くて、はいはいはい、結構これグッときましたね。なるほどね、まあ、ギャップというんですか、ね、いいよね、そういう。ちょっとだから全裸にしたいですよ、ね、はぁ、キモいな感想感想がきしょい。いや大太鼓持たしたまんまよ、ね、それは。いやキモいな、もっとキモくなって。大太鼓持たしたままもうそのまま全裸にしたいです。意味がわからん、はい、一回置かんといけんだろ、しかも。いやいや、そりゃそうだろ。全裸の時魔法でしかできないだろ。持ったまんま全裸は魔法でしかできない。魔法ってなんだば。魔法でしかできない。そういう魔法でしかできないよ。どういう魔法だばそれ。おかしいだろ。いやちょっとね、やっぱいいな、やっぱ手踊りもいいんだよな。ねえ、手踊り、この俺先頭らへんだったんですよ、はいはいはい、このエーサー、うん、最近見たエーサー、うん、手踊り後ろでしたね。見えづらかったな。あ、手踊りが見たかったの。まあな。そうなんだ、生足だもん。まあまあ生足だもんっていう理由は分かんないですけど、触れ、確かに触れるかや、触れるかや。いや終わった後ももちろん。いや終わった後でもダメだわ。始まっててもダメだ。手踊りのこの女性、うん、全裸にしたいよね。全裸で手踊り踊ってる。手踊りも踊り、おかしいだろ。手踊りは俺全裸でいいんじゃないかな。いいわけないだろ。何言ってるか思うんですよ。いやいやいや、全頭で中止になりますからね、それ。いや、1万人エーサーでね、全裸で手踊り。いや、最こんないいことないですよ。客は増えるでしょうね。確実に来る人は。経済効果は半端ない。経済効果は半端ないですけど。いや、素晴らしいですよ、ね。ダメですよ、本当に、そんなのしたら。本当に。あとは、やっぱり。うん、何何何、あ、ヒカルさん、うん。デコボコの2人から旧盆のこといろいろ教えてくれてありがたかった、うん、沖縄がマジですけど、あ、デコボコからいろいろ聞いた、デコボコから聞いた先週ってこと、このラジオの時かな。一応俺らは一応クーター進化って言うんですけど、
僕らとデコボコ間違ってるわけじゃないですよね。これ別ですよね多分。いやいやもうそりゃそうです。そうですよね、はい、デコボコはデコボコって考えてるわけですよね、はい、うん。シュプリームさん太鼓持ちより美人曲に騙されたい、 されたい、なんか分かるな美人な人に騙されたいですよね。いやいやもう話変わりすぎでしょこれ。確かにエーサーといえばねそっちの太鼓持ちでもないですからね多分。てか伝統的な文化なんだからふざけないでくれるかないやお前だろお前が全裸にしてるんだよずっと伝統的なエーサーを踊ってる女性たちを茶化さないでくれるかいやお前がだよお前が全裸にしていってるんだよマジでやめてください本当に謝っていや謝れバカかやそれ謝って俺一瞬もいじってない一瞬もエーサーいじってないですよ謝ろう謝れなんでよ勝利おかしいだろすいませんでしたって言っていやお前がいいやなんで代理人みたいになってるもん。皆さんどう思いますこいついや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 良くないですよ、ね、俺何も言ってないですよねいや謝ってよいやおかしいでしょ謝ってくれよすいませんでしたダメです何だお前マジで何なのお前あ、つつもたせって言うんだ何がしたいのあ、美人曲とか言ってつつもたせへぇおつぼね的な初めて知った、うん、つつ、ひらがなで書けよいやいや、いいだろでもこれでね、勉強になったね読めねんだよ勉強なったわけえぞ、俺らわけえぞいいだろバカだぞ、俺らはやめれ分かってんのか自分をディスんな、自分をおいどういう状況だろ教えてくれてありがとういや優しいなちゃんと俺言える人だったんじゃここで曲いくぞいや太鼓の達人かい今日かける曲はどんちゃんみたいなこちら何モンゴル800で矛盾の上に咲く花どんな曲だもん関係ないやし全然もうそのテンションでいくから結構そういう系の曲なのかなと思ったらうるせえ普通にいい曲やしうるせえおかしいでしょコウタくんは得意科目、苦手科目なんすか、コウタくんは。ねえ、ね、人に聞くまでは自分からです。やめるよ。コウタくんはあのバイアスロンの客席のところでよく映ってましたね。ああ。ちょっとうざかったっすよ。うざかったとか言わない。やめないっす。コウタくん、僕は地理、苦手は理解。全部苦手でした。全部苦手やし。何も理解できてないやし。何も理解できてないよ。だったら苦手でしょ。あ、理科。理科ですよ。リカちゃんね。リカちゃん人形みたいになってるから言うな。いや、俺も理科苦手だったな。あ、そうなんだ。俺もやっぱ理系は文系だよね、みんな。理系無理。俺理系の人ってでも理系の人ってなんだよ。やめなさい。理系じゃディスるわけじゃディスらない。ディスらない。じゃ理系の人ってフラーさ。ディスってるやし。思いっきりディスってるやし。あのコミュ障が多いさ。ああ、わかる。あ、理系か理系です、理系です。あ、でも理系の割にはね、頑張って頑張ってはいますけどコミュ障ですよ、一応。いや、本当にね、うん、もう可愛いのもみんな理系だったよ。あ、そうなの。な、高校だけどみんなコミュ障なんだ。可愛いけど。いや、だから残念だって。なるほどね。可愛いのに可愛いのに理系なんだショックでしょ。でも文系の人はやっぱ大学行くと化けますよね。みんな可愛くなりますよ。あ、文系の人？なんかやっぱ文系は上手なんですよ、おしゃれとかが。あー、え、そうなの？わかんないけど、龍大はそうです。龍大はなんかそんな感じする、うん、でももう文系のとこ華やかすぎていけないね。いえ、理系が華やかでも多分いけないいけないか、そうだあ、童貞 T シャツとか着てる、ね、つけるかい普段童貞ってつけるかいみんな離れていってるよ。いや違うよ、つけてないです。俺は文系だね。みなたは文系です。社文ですからね。社会文系、まあ文系っていうか、まあ、まあ文系じゃ何よ、何で言い換えようとしてたの。文系ですね。文系苦手ではないです。英語が苦手で、英語だけが苦手。まあ日本語は結構やめれ、当たり前だろ、日本人だろ。あ、でも社会とかもあんまり得意ではないね。港は社会すごいけど。いやいや、もう俺全部忘れてる全部ではないだろ。法律ってないんですよ。あるよや、何忘れてるもんそれ教養だからね、普通。あ、じゃあ地理が結構得意なんだ、コウタ君。ああね、って言ってたよね。すごいね。そっか、地理か。ツイッターの名前が長いな、コウタ君本当にコウタだけでいいんじゃない。本当にそれだけでいい。
あと、ま、松村香織抜かした方がいいんじゃないかな。ごちゃっとするな。ごちゃっとするから、それは。FEC は秋のりなんだね、しかも。一期生だからさ、私も。別に秋のりさんが好きなわけなんじゃないよ。え、これ、一期生だから好きなの？一期生だからだよ。みんな吉本が一期生なんだよ。クーキーさんも。それだけの、別にその人のネタとか、その人が好きってわけじゃないんだよ。秋のり、もうすごくかわいそうです。そう、一期生。そうだわよ。そうだよ。超かわいそう。薄っぺらい相性だよな。やめれ。やめれ。あすかちゃん、こんばんは。もう夏休み終わったかな。あすかちゃんの勉強忙しいんじゃないかな。勉強頑張ってるよね。クーター進化の集まれワッター進化。ちょっと早めにコーナー行くか。今最後のコーナー聞きたいですね。聖語のコーナーだぞ。聖語って言うなよ。あまりがすごいな。ナミちゃんと秋野で同じ高校同級生。あ、そうなの。ナミちゃんとかだから分からないんですよ、ね。え、存在してる人？本当に。架空の人物？本名教えて、ナミちゃんの。ナミノリ、ナミちゃんマラソン。いやいや、知らない。知らないよ。なんでもマラソン芸人ってます。知らないよ、僕らは。これ失礼で聞かなかったけど、港も分からないんだ。ナミちゃんって方。ちょっと分からない。俺も、なんかこれ聞いたらあれなのかなと思って。いやいや、聞かなかったけど、俺も分からないな、確かに、それで言ったら。ナミサトリョウ。ダメだ、ごめんな。写真ちょっと調べてみよう。だからなんだば中の、だからなんだば。やめてでしたね。すいません。あ、家島なんだ。ミッチーさんと一緒なんだ、じゃあ。そうなんだね。地元。うん。なんで統治法なのかがちょっとわからない。本当だ。家島出身、ナミちゃんは。ナミちゃんは。なんで統治法かわからないですけどね。それだけ印象に残したと。木曜日に iPhone8 になってステレオスピーカーできるようになったよ。人気もラジオも8で聞いたけど音がすごい迫力だった。ああ、別に音で勝負してないっすよ。そうなんだ。なんとか音がすごい迫力だった。あの iPhone8 確かになんか震えるよね。そうなの。端末が、うん、あ、これはおもちゃ。おもちゃじゃないよ。ちっちゃいからってバカにすんな。 SE です。 SE。 あ、 SE ね。これぐらいのサイズ感がいいです。 iPhone 正正じゃないです。 SE。 iPhone 正だね。正でローマ字読みすんな。何の役わかんない。どうも、沖縄国際大学の山城湊です。どうも、琉球大学の荒垣勝利です。クーター進化です。クーター進化の集まれワッター進化。はい、ということで最後のコーナー行きましょう。最後のコーナーはこれでお前毎回だよ。何がよ。多いよこれ。何がよ。やめるよこれ。少ないだろ。多いよや。少ないだろ。多いよ。もう多いレベル。やって。最後のコーナーは、はい、これでお前も好きになる。よろしい。このコーナーはコンビの片方がもう片方に対して自分が好きなものを熱くプレゼンし、無理やり好きになってもらうコーナーです。まあ、先週はインド像でしたっけ。インド像じゃないんじゃないですか。ずっと俺インド人キャラになってないですね。インド人キャラってか、インド人。インド人じゃないよや。やめれ。え、好きな食べ物はカレー。カレーやし。じゃあカレーは好きだけど。インド人やし。カレーは好きなのインド人やし。いやじゃあカレーは好きだけども。めっちゃ好きそうな。めっちゃインド人やし。たまたまよ。たまたま。たまたまじゃない。たまたまじゃない。いっぱいいるから日本人も。おかしいよ。おかしいよ。インドカレーも好きですけど、でも。いや、日本人はみんな寿司だから。そんなわけないだろ。全員寿司だから。そんなことないわ。全員寿司なの。いいです、もうやってください。今日はね。何ですか。みんな知ってるかな。結構これマイナーな、そうなの、ウルトラマン知ってるわ。みんなが知ってるわ。今日はね、めっちゃいい。ちょっとね、 BGM がめっちゃいいわ。今日はまあ時間の許す限り、うん、登場ウルトラマンが、うん、全世界に登場した順に紹介しようと思います。いいね。めっちゃいい。だから全部紹介できない可能性もありますので、聞きたい、ご了承ください。なんかの喋り方。ではですね、うん、じゃあ最初ですよ、うん、最初紹介するのはまあもちろん、まあ、あの人ですよね、ウルトラマン。そう、
まあ、唯一名前がないウルトラマンですよね。ウルトラマンですよ。これ本当にもうずっと名前ないの？マンって呼ばれてるの。マンって呼ばれてるんだ。マン兄さん男、うん、男って呼ばれてるんだ。そうです、みんなから紹介しましょうね、うんうん、ウルトラマン、はい、宇宙怪獣ベムラーを追って地球を訪れ、怪獣や宇宙人から地球を守って戦った最初のだからウルトラマンですよ。地球に最初に来たウルトラマンがウルトラマン、うん、ウルトラマンね、まあ、スペシウム光線とかもう定番中の定番。これ地球来るときにあの殺しちゃったんだよね。そう、宇宙をパトロールしてた、あ、宇宙怪獣のこのだからベムラーが、うん、宇宙この飛んでるでしょ、飛んでる、それをウルトラマンが追いかけてたら、たまたま科学特捜隊の隼人隊員も宇宙をパトロールしてて、うん、だからいわゆるよそ見飛びですよねウルトラマンのよそ見飛びでちょっと迷惑ですよね。隼人隊員の飛行機とこうぶつかって迷惑ですよねこれ。本当にすまないと思っているいや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 って何だかそれで、それでだから蘇らすっつってこれ一体化するわけです、ウルトラマンと隼人隊員が、うん、でも戦えと、ちょっと迷惑ですよね、隼人隊員からしても地球をこう守る迷惑だな。そうなんですよ、うん、次、次、はい、ですね、ゾフィー、あ、これゾフィーなんだ、次に出演順なんで、まあ、ゾフィーは、うん、簡単に言えばウルトラマンの上司ね。はいはいはい、先輩、ウルトラの星での上司、上司なんだね。ウルトラの星の光の国の宇宙警備隊の隊長、うん、最後ウルトラマンって最終回負けるじゃないですか、うん、死ぬよね、ゼットンにやられるんですよ。でそのゼットンにやられてもう戦闘不能でも倒れてウルトラマンは、うん、でも最終的には科学特捜隊のミサイルでゼットン倒すんですよ。あ、その後赤い球体がウルトラマンを迎えに来るんですよ、うん、はいはいはい、その赤い球体でウルトラマンを迎えに来たのがゾフィー。へえ、だからもうあのずっと戦ってきたからもう帰ってこいと、うん、あ、もう最後の最後にゼットンは、いや地球人の力で倒すことできたからもういいよってことで、なるほどね、迎えに来てくれた、迎えに来てくれた、はい、ゾフィーですね、優しいね、はい、先輩、ゾフィーはですね胸にボタンがあるんですけど、あ、なんかカラータイマーの周りにそうブツブツがあるんですけど、イボみたいなのありますよね。このボタンは、うん、これ自分が救ってきた星の数なんです。すごいなこれ8個ぐらいない、あれいっぱいある、すごいな、万内万内ある、へえ。めちゃくちゃ強いですゾフィーは、めちゃくちゃ強いね、はい、続いて、うん、ウルトラシリーズ2作目ですね、ウルトラセブン、セブン、セブンはね結構他のウルトラマンと比べるとちょっとデザインが違うよね、異質なんですよ、この胸の、そう、カラータイマーがなくてウルトラ、うん、あのセブンはこのおでこに点滅するこのあれがあるんですよ、はいはいはい、カラータイマー的な、カラータイマー的なやつがね、なんでじゃデザイン違うかって言われたら、うん、実はこのウルトラセブンはウルトラマンとは全く別シリーズとしてこれ最初は考えられてた、なるほどね、作品なんです、ね、全く別のヒーローだよ、全くこの別のヒーロー、はい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 、はい、なるほど、まあでもこう内容も似てるからってことでもウルトラシリーズということにして入れ込んだんだね、はい、まあセブンはあれですよね、こう角があって、あ、角を自由自在に取り外してその角で攻撃するっていう、丸坊主になりますよ、ね、丸坊主になる、もう頭がまん丸になりますから、ね、で、まあウルトラマンって自分がウルトラマンっていうのが同じこのチーム、うん、まあ、いわゆる地球防衛軍的なのが必ず毎作品いるんですけど、はいはい、自分がウルトラマンってことはみんなに隠した上でみんなからバレないところで変身して戦うんですけど、そうだよね、主人公はウルトラセブンはですね、うん、最後アンヌ隊員っていう女性の隊員に、はい、実は僕は人間じゃなくてウルトラセブンっていう宇宙人なんですって素性を明かすっていう、あら、だから僕に恋をしちゃいけないよっていう、あら、すごい悲しい最後が あるんですよ。そうなんだね、はい、まあ、ウルトラセブンはですね、うん、あ、ウルトラセブン続いて登場する、あ、次、はいはい、次ウルトラ戦士、はいはい、セブン上司はい、セブン上司、最終回あたりにですね、これもまたこれはだからゾフィー的立ち位置、ゾフィー的立ち位置でもうセブンがあまりにももう過労で頭がもう体がもたらくなるんですよ、心身ともに、なるほどね、でこう心身ともに疲労でうなされる諸星団の枕元にセブン上司がやってきてもうお前も頑張ったからもういいよって言うんですけど、そのセブン上司、うん、見た目がまるでウルトラセブンなんです
いやもうスーツ新しいの作るの面倒いだけやん、はい、続いてウルトラシリーズ上司終わり。ウルトラシリーズ3作品目帰ってきたウルトラマン、うん、まあ、ウルトラマンジャック、はい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 、このウルトラマンは初代のウルトラマンと似てるんですね、うん、似てるね。もう帰ってきたって言ってるぐらいだからね。帰ってきた、まあ違いがある、違いを挙げるならばちょっと体のこのラインにが二重になってるんですよ、はいはいはい、ジャックは。なるほどね。であとブレスレットしてます、ウルトラブレスレットって。なるほど。これはまあ地球の先輩の、うん、セブンからこれ譲り受けたもので、この自由自在に武器に変わるっていうウルトラブレスレットなんですけどね。ジャックはですね、ウルトラマンって普通変身するときいろいろアイテムを使うんですけど、うん、ジャックは唯一アイテムを使わない、へえ、ウルトラマン。ああ、なんかもう手の形とかでね。いやもう普通に体から光を放って変身します。なんだそれは。はい、だからすごいダサいんですよ。あ、ダサいんだね、うん、このな普通に右手を挙手して変身します、うん、はい、ダサいな挙手っていうのかそれで。ウルトラマンジャックっていう名前がついたのは結構後なんですよ。ああ、そうなんだ。帰ってきたウルトラマンっていうこのシリーズの作品で、うん、作中でもウルトラマンとしか呼ばれないんですね。へー、はい。でジャックはだから呼び名がたくさんあって、まあ、帰りマンとか帰りマン、キマンだ、帰って帰るっていう字にマンでキマン、うん、で新マン、新マンとか新しいウルトラマンで。おいしそうですね、全部、うん、でこれだとあまりにも不憫だってことでジャックっていう名前が。なるほどね、はい、最初からいいじゃねえかジャックでっていう。まあ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 、まあ、はい。続いてウルトラマンの作品4シリーズ目、うん、まあ BGM は今太郎ですけど、うん、続いてのシリーズはウルトラマンエースですね。エース、こちらエースは異次元人ヤプールが操る鳥獣と戦うため、うん、M78 星雲から光の国にやってきたウルトラマンエースなんですけど、ヤプール、シリーズ初のなんと男女が合体変身という、2人で変身する、北斗と南が。面白い、北斗と南、うん、このウルトラリングっていう指輪を、うん、この男女2人がはめて、はい、はめてっていうのはセックスっていうわけじゃない、分かってるわ。指輪をこうはめて、このウルトラタッチっていって、この指輪をこう合わせて変身するんですね。あ、なるほどね。でこのウルトラマンエースは途中から北斗一人で変身することになるんです。南は、南はですね、南はどうしたの。実は月星人だったっていうことで月に帰るんですよ最後。かぐや姫かい。そうなんですよっていうのも、南、うん、裏番組のドラマの出演とかがあって、やむなく降板っていう。待ってテレビの事情っていうのと、まあ、テレビ事情もありつつ、あの表向きではテレビ事情なんだけど、うん、いや実は女が変身ってどうなのとか。あ、であと男女合体の変身で結構この変身するときに空を飛んで、こう空の上でこう、だから何ですか、なあ、ポーズ取るみたいな、ね、そうそう、ちょっと浮かべていく、サーカス団みたいな、はい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 、ちょっと前転とかをして、うん、シルク・ド・ソレイユみたいな動きをした上で変身するからこれ子供たち変身できないよね。そうだよね、とかウルトラマンごっことかするいろいろこうなんか苦情があってのこれ降板なんじゃないかなっていうのもささやかれてるんですね。なるほどね。じゃあ最終的にはもう、はい、北斗が一人でこう地上でね、もう両手にもだから指をはめて、だからもうオナニーですよ今までセックスで変身してるけど、違いますよ、オナニーで変身する。そんな捉え方してるわ。ことですよね、これはね。気持ち悪いな。はい。やめなさい、次行きなさい。次、ウルトラシリーズ、こちら5作目、うん、ウルトラマン太郎ですね。あ、太郎。これは和名ですよ。ウルトラマンの太郎っていう名前で ね。そうだね、ジャックとかだったのに対してね。はい、こうなんか、初めてこの親子関係とか、ウルトラマンの親子関係とかが描かれた作品。父の息子ですか、ね、ウルトラの父とウルトラの母の子供、うん、まあウルトラの父は宇宙警備隊の大隊長、はいはい、父強いですよね。そうです。でこれだから太郎の作品で、うん、これまでいたウルトラマン、あ、ゾフィー、ウルトラマン、セブン、ジャック、エースが、まあ、太郎のこのシリーズに出て、うん、初めてウルトラ兄弟っていう、ウルトラ6兄弟っていうのが強調されて、なるほど、まあ、この6兄弟、この6人はみんな血がつながってる兄弟ってわけではなくて、まあ、兄弟のように仲のいい先輩後輩っていう、あ、義兄弟的な、そう、そうそうそう、だから杯を交わした的な、そうそうそう、血はつながってないんです、はい、なんかリアルだな、その辺が。そうです、だから事情が昭和で最もウルトラマンがたくさん出たシリーズですよね。ああ、なるほどね。ウルトラの父、母含め。ああ、良いね、それは、はい。
で、ウルトラマン太郎の作品に続いて登場したのがウルトラの父。父、まあお父さんですね、はいはいはい、すごい、あのウルトラホーンっていう大きな角が生えてるウルトラマンです、うん、で、ヒゲも生えてるんですよ。これは角はなんで生えたとか分からないのか。これ角は、太郎も一応角があるから。あるよね。ただでも年を取るにつれてこの大きくなっていくんだ。あ、そうなんだ、はい、へー、まあ歴史的勇士なんですよ。あ、ウルトラの国にはですね、昔歴史でウルトラ大戦争、っていうのがあって、あったんだ。あのエンペラー星人っていうすごい凶悪な宇宙人と、うん、怪獣軍団とこのウルトラ戦士がみんな戦ったっていう、うん、その戦大戦争で、うん、すごく活躍したウルトラの父で、この番外編として最近ここ5、6年で初めて出た、ここ10年ぐらいになるかも、うん、ウルトラマンベリアルっていう悪のウルトラマンがいるんですけど、いるね。ウルトラマンベリアルもウルトラの父と肩を並べるぐらいこのウルトラ大戦争では活躍した選手だったけど、へ、そう、なんかちょっと同期的な。そうなんですよ、あのウルトラの父がどんどん出世していって、うん、それにやきもちを焼いて悪に落ちるそういうなんか心理的なやつなんだね。そうそう、あのプラズマスパークタワーっていうウルトラの星のこうエネルギーのコアみたいな太陽的な役割、太陽的な役割のコアがあるんだけど、うん、そのコアに力を求めて近づいて逮捕されるんです、うん、あららら。このコアに近づくのは固く禁じられてるんですよね。あのかなりのパワーだから、はいはいはい、場合によってはもう滅びかねないと。なるほど。力を求めすぎたように、うん、そこに行って、ウルトラの星追放されて宇宙を放浪してる時に、うん、レイ・ブラッド星人という悪の宇宙人に体を乗っ取られて悪のウルトラマンになるんです。なるほどね。光の国の歴史上で犯罪を犯したのはベリアルだけらしいです。はあ。そうなんだ。まあこちら番外編ってことで、ちょっとベリアルかっこいいな、うん、どこがよって話ですかちょっとかっこいいな。続いて登場、あ、ウルトラの父、実はウルトラの父っていう名称ね、みんなからは呼ばれてますけど、うん、本名ウルトラマンケンっていう名前あるんだ、ちゃんとケンっていう。ケンくんです。ケンくん、くん付けでは呼ばないと思う。ハイスタのギターの横山ケンと同じ。いやいや、なんだろう、同じではないだろう、はい。続いてウルトラの母、はいはい、ウルトラの母も本名ウルトラウーマンマリー。マリーなんだ。マリー可愛いですよね。太郎はハーフって可能性が出てきましたね、はい、日本と外国の。いや、ちょっと違うばやなんだばこいつ。同じ光の国の。冷めてるなこいつ。光の国ないから、もう早く喋れ次行け。宇宙警備隊を助けるですねウルトラの母は、あの銀十字軍っていう、この いわゆるお医者さん、あ、医療兵みたいな、看護兵、看護の方で、うん、まあ、戦いで命を落としてしまったウルトラマンたちをこう助ける、治療したりするっていう、はあ、まあ、ウルトラの母に助けてもらったウルトラマンは作中にも数々いますので、はあ、はい、いいね、すごい優しい、もう本当に それこそもうみんなのお母さん的な、めっちゃいい、はい、結構あのネットではですね、うん、こうエロい、ウルトラの母がすごいエロい絵とか描いてる人のド変態じゃないですかそいつ気持ち悪い。続いてウルトラシリーズ 6作目ですね、はいはいはい、ウルトラマンレオ。あ、レオ、まあ、ウルトラマンのこの故郷、うん、光の国は、うん、M78 星雲なんですけど、うん、ここに来てなんと M78 星雲ではない戦士です。ウルトラマンレオ、別の星の獅子座 L77 星っていう名前は似てるな、とこが地元なんだけど、うん、このあれなんですよ、何77世の故郷は、うん、宇宙人に滅ぼされてるんですよ。それで、でもその滅ぼした宇宙人が地球で暴れてるって聞いて、うん、このあれなんですね、地球にやってきてこう地球を守る戦士になるんです。なるほどね、はい、でこのセブンが怪獣3匹にリンチされてるんです。あららら。そのでその怪獣のところにレオがやってきて助けるんですけど、はいはいはい、そこでまああのセブンの諸星団と師弟関係を結んで、この弟子入りして、なるほどね、鍛えてもらってどんどん強くなっていくっていう成長もあるっていうね。なるほど、面白い。だウルトラ6兄弟ではありますけど7人目の兄弟としても迎え入れられてるんですね、ウルトラマンレオは。はい、でまあレオの師匠はセブンだけど、うん、またレオが大きく成長して、うん、しばらくしてレオも弟子に取るんですよ。おでそのレオの弟子はウルトラマンゼロって言ってセブンの息子を、ね、これはなんか面白いよね、この関係性というか、ね、師匠の息子の師匠として取る、弟子として取る、面白いね、はい、ウルトラマン、こういうのはなんか好きだな本当に。ウルトラマンっていろいろ光線とかね、うん、ビーム技とかって多い中、多いよね、レオは圧倒的格闘
あ、まあ、簡単だからそうです。だから肉弾戦要はあるですよね。うん、なんですか。核兵器に空手で立ち向かうみたいな感じです。いや、そう聞いたらめちゃくちゃ弱そうな感じするんだけど。かっこいいっすよ。いや、かっこいいけども、ウルトラマンレオにはですね、なんと双子の弟がいます。特攻だな。はいはいはい。双子の弟。弟？アストラ。双子の弟。双子なんだ。双子の、そうそう、双子なんだけど、顔つきが顔面はよくよく見ると似てるんだけど、輪郭が全然違うんですよ。あ、そうなんだ。っていうのは、アストラはまあ L77 世で、実はもう死んだと思われてたんですよ。え？レオは。あ、レオはもうアストラは死んだ。アストラはもうボコボコにされて誘拐されてたんだよ。なるほどね。で、L77 世の消滅とともにもアストラも死んだと思いきや、うん、実は生きてて、あら、ウルトラマンキングっていう、またレオにも、レオで初登場するウルトラマンキングっていう全部のウルトラマンの中でも、ものすごいレジェンド的なすごい強いウルトラマンがいるんだけど、そのキングに救われてるんですね。へぇ。で、アストラも本来はレオと全く同じ顔だったはずだけど、大怪我を負ってこの触角とかのこの角がもうない状態になってる。面白い。そうそうそう、触角なんだ。でもで、まあ、うん、助けられてからはたびたびレオのピンチを助けに行く。ああ、いいですね。はい、弟っていいですね。初の血のつながった兄弟は、うん、このウルトラマンレオから出たアストラですね。あ、そっか、はい、兄弟関係っていうのは初ですね。まあアストラもあれなんですよ、一応ゼロの師匠的な存在で。あ、そうなの。兄弟でもいろんな技を教えたりとか、いろいろ教えてるんだ。そうそうそう、面白い。面倒見のいい先輩ってことで、ね、いいね。そしてまたこれだけにしましょうかね。うん、これで終わりますか。終わりましょうね。はい、すごい。続きはじゃあ再来週ということで、全4ページ中のまだ1ページ目来て、来週また続きは、うん、そうです。まあ、レオまで紹介できてもう満足です。いや、でもレオ好きだよね、みんなとね、はい、レオの鳴き声やって、いやー。皆さんありがとうございました。また来週。めっちゃ似てるから、ね。